挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。ということで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日はこの動画を最後まで見ると、今現在明かされている板取裕二の情報を全て網羅できるパーフェクト動画にしたいと思います。板取裕二は身体能力の高さ、両親、出生と謎が多く残っており、未だに明らかになっていませんが、確実にパズルのピースが揃ってきております。そんな謎すぎる主人公板取裕二に迫っていきます。この動画は最新話ではありませんが、第158話までの内容を含みますので、未読の方はネタバレご注意ください。サクッとお知らせです。先日ゲスト出演させていただいた五条悟バースデーに開催されたトークイベントのアーカイブが12月21日まで視聴可能となっております。そしてニューイベント、12月28日沼津楽雲吉本劇場で行われるサコリッチの静岡っていいよねにゲスト出演させていただきます。直接はもちろん、配信もありまして、オンラインチケットで全国どこでも参加できるので、興味がある方は概要欄のリンクから詳細見てみてください。まずは板取裕二の謎。皆様、一度初めて呪術廻戦を読んだ時のことを胸に手を当てて思い出してみてください。きっと板取裕二の身体能力の高さに驚きましたよね。砲丸投げは投げ方ファールではありますが、世界記録超え、サスケ全クリしたやミルコクロコップの生まれ変わり、ついたあだ名は西中の虎、50m3秒、学校の4階の窓を突き破って突入してくるスワットですかと。さらには猛毒スクナの指を食べても、それを受肉した上難なく自我を保てる千年生まれてこなかった逸材。これは板取の身体能力のポテンシャルによるものなのか、はたまた板取には何か特殊な力があるのか、ここを紐解いていくには、やはり板取の出生が関わっていそうと。板取の両親については第1話で意味深に描かれており、じいちゃんにお前の両親のことだがと最後に何かを板取に伝えようとする様子が描かれております。がしかし板取はそれを興味ねえからと遮り、その言葉の真相は謎のまま、じいちゃんは亡くなってしまいました。第1話の段階で両親には何かがあると伏線が張られております。その謎は第143話、なんと142話越しに明かされました。板取が乙骨に一度殺され、気を失ってる時に見た過去の記憶、板取を抱える父親ジンとじいちゃんの会話、じいちゃんはあの女だけはやめとけ、死ぬぞと。どうやらじいちゃんはジンの今の奥さんのことを危険に感じているらしく、それもそのはず、そこに現れたジンの奥さんは額に縫い跡のある女性だったと。さらにじいちゃんはジンは子供を欲しがっていたこと、香里との間に子供が恵まれなかったこと、その後に香里が死んだのはと言いかけているので、もともとジンには香里という奥さんがいた、子供を欲しがっていたがそれは叶わなかった、そこで香里が死んでしまい、新しく額に縫い跡のある女性との子供が板取であると。もう一つの可能性を考えるならば、香里は子供ができない体だった、その後に死んでしまうような出来事があった。賢者が死んだゲトウを乗っ取って復活したように、賢者が死んだ香りを乗っ取って復活、死んだはずなのに復活した、それを不審に思ったじいちゃんが忠告したという、香りそのまま復活パターンという一人の女性の存在パターンと、香り死亡後に額縫い目子が現れて子供を産んだという二人の女性の存在パターンが考えられます。まあどちらにせよ、額に縫い跡のある女性は皆様ご存知の通り賢者です。つまりここで賢者が板取の出生に関わっていた可能性が出てきました。だとしたら、板取の人間離れした身体能力も単純に板取の運動神経が高いからという理由ではなく、賢者が細工をしていたからということもあるかもしれません。板取は猛毒スクナの指を受肉し、自我を保てた千年現れなかった逸材、千年現れなかった逸材というよりもスクナの指にも対応できる逸材を賢者が作り上げたと言えるかもしれません。もしくは以前にも取り上げたこちらの動画、板取が最初に食べたスクナの指は実は2本目説、この可能性ですね。板取はそもそも生まれる前、もしくは生まれた後にすでにスクナの指、これを取り込まされており、もともと免疫があるような状態で作られていたパターン、つまり板取はワクチン接種済みのような状態だった。なので1本目の指を食べた時に難なく自我を保つことができたのではないかということですね。板取裕二は猛毒呪いの王、両面スクナの器、故にあらゆる毒に耐性があるということで、吉野純平の折月の毒、エソーの毒が効かなかったけれど、これも賢者が板取を耐毒仕様に作り上げていたのなら、ここにも説明がつきます。
います。さらには死滅回遊を見ても虎杖はすでにプレイヤー認定されている。死滅回遊に選ばれた2種類のプレイヤーは賢者により、丸1、虎杖雄二のように呪物を取り込ませたもの、丸2、吉野純平のように術式を所持しているが脳のデザインが非術師のものと言われております。この時の丸1の描写で虎杖がスクナの指を第1話で食べるシーンが描かれておりますが、これだと賢者の言う取り込ませたとは矛盾しております。虎杖は呪物を取り込ませたものではなく自ら取り込んだものだからですね。伏黒もこれについて、お前は自ら取り込んだ、俺が証人だと言っています。これこそが最大のミスリードではないかということです。第1話で食べた指は実は2本目で、1本目は15年ほど前に賢者によってすでに取り込まされていた。これならば丸1、虎杖雄二のように呪物を取り込ませたものという表現にも辻褄が合います。もしくはあの第1話の受肉ですら賢者の計画によるものだったのか。さらに今現在虎杖が取り込んでいるスクナの指は15本、そして14巻では表紙にスクナの指が4本写っており、合計19本で1本足りないんですよね。虎杖が生前もしくは生まれてからすぐにスクナの指を取り込まされていたなら、スクナの指は残り15本ではなく1本はもう虎杖の中にあるよっていうことを暗示しているのかもしれません。そして受胎クソーズの一人である長宗、受胎クソーズには3人の親がいる。呪霊の子をはらむ得意体質の女性呪霊、その間に血を混ぜた鴨乗り都市。長宗は赤血槍術の影響で血のつながった弟たちの異変はどんなに遠くにいようと感じ取れ、エソーとケチズが死んだ時にも死という異変を感じ取っていました。さらに長宗が見た存在しない記憶、エソーやケチズと同じ異変をその時に虎杖にも感じ取ったということで、長宗は虎杖を弟だと認識しました。これを見ると東堂の存在しない記憶は東堂が勝手に見ていた妄想ということで、また別の恐怖ですね。長宗の3人の親の1人、鴨乗り都市。体は鴨乗り都市ですが、中身は賢弱です。そして、虎杖の母親の中身も賢弱なので、長宗、虎杖、どちらの出生にも賢弱が関わっている。ですが、これでは賢弱が関わっているといえど、鴨乗り都市と虎杖の母親、体は違う人物なので、血のつながりはなく、兄弟と言えないんじゃないかと思うと思うんですが、これはファンブックの賢弱ページで、体を渡るときに元の肉体の術式は消えてしまうんですけど、彼はいろいろな手を打ってますと書かれているので、鴨乗り都市の赤血槍術をどうにかして消えないようにしている可能性もあり、それを虎杖の出生にも施していたとしたら同じ血筋というのも十分考えられます。これを踏まえて賢者のセリフを見ていくと、我ながらさすがというべきか、スクナの器タフだねは自分が作った器だから、極の番渦巻きの開示をした時には、いやすまない急にらしいことを始めてしまったなと思っては、母親が子供に物事を教えるようにとも捉えることができます。これらを元に今現在分かっている虎杖雄二の謎をまとめると、虎杖の出生には賢弱が関わっている。長宗と虎杖は親が間接的に同じため兄弟である。虎杖は指1本目を取り込む以前に賢弱によって指を取り込まされている可能性がある。これを頭の片隅に置いて物語を見ていくと、今後新情報が明らかになった時により解釈の幅が広がると思います。ぜひ皆様の意見や考察も下のコメント欄で教えてください。動画が好評であれば、また他キャラクターの全てわかるシリーズも作らせていただきます。東堂葵が頭おかしいと思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。